みんなの思いが伝わる。でも優しいですよ、皆さんね。1975年ってことか。僕と同じやん。へぇー。そうね、最終に行くぐらいあることは奉仕。奉仕。スーパーの心意気をね。静かでしょ、これ駅前なの。静かですね。なんか、亀岡は皆さん好きになっていただきたいんですけど、なんか、あ、田舎のスーパー買ってたなみたいな、ね、そういう気分がいいですよね。正面ちょっと待ってください。なんもないですね。どうもこんにちは。こんにちは。はい、バロンザーマスでございます。はい。本日はですね、今亀岡ね、ちょっと、はい、くにってる来てるわけですよ。くにってる来てますね。ね、朝飯も食いました。仕事終わってすぐね、はい、高速道路やってきたんですけども、はい、なんと我らが亀岡市中心部にある声優さんが10月末でいよいよ閉店ということで、ね、もう今月じゃないですか。そうなんですよ。最近ね、茨城台ニュータウンすぐそばの山手台サニータウンの辻富さんも10月1日付で亡くなったんですよ、はい、っていうようには地域のスーパーが破綻し始めてるんですよね、はい、やっぱコロナのまあその0円融資、利子0円融資の玉切れで起こってるんかなって思わされるタイミングでどんどん大事な場所がなくなっていくんですけど、今回そのね、声優さんを一周一通りね、動画で撮ってみたらいいかなと思ってやってきました。はい。多分亀岡で小中高をお過ごしの方は絶対駅前のこの声優にはすごく記憶があると思うので、まあ、映像記録としてね、撮れたらいいかなと思って今から出発したいと思います。はい。ちなみに国ってるからわずか 170m。 近いですね。そうなんですよ。今からね、行きますけども、はい、はい、今日の取材者はね、もうこれ私の仕事専用カーとなったね、アルファロメオ156でございますけどね、はい、ね、ちゃんと車検を通して直してきましたけど、結構長くかかってびっくり、ね、それでもまだなお、なんか警告ランプまたついちゃったとか、いろいろまあこういたしあるあるがあってね、皆さん嫌がるかもしれません、僕大好きなんで、なんら問題ないですよ、なんら問題ないですよ、なんの問題もない。問題なし。そうや、だってちゃんとチェックで切ってもらったのに、またついてやんの、はい、そうですよね、うん、なんか気になる。うん、気になるな、うん、で、ここは声優さんなんですね。で、せっかくなんで立体駐車用に入れて、今うん、そう、すぐそこなんだ。これ声優、撮ってください。はい、声優ちゃん。声優、俺たちの声優、あ、ちょっと見たら寂れた感出てんな。そうですね。で、視聴者さんのね、ベンジャミン・オグリビさんが前来て教えてくれたんですけど、はい、だいぶ中減ってるよみたいな。うん、あの人もここ詳しいんですよ。てか あちこち詳しいから、いつも助言もらってるんですけど、もう早く行かないとと思ってね、やってまいりました。はい、うん、これ前撮っててもらってたんですよ、はい、こういう駐車とかも昔のまんまなんですよ。まあちょっと、プレッシャー。天井も低いですね。押してください。駐車券をお取りください。場内の案内表示に従ってご注意ください。いい感じ。本当だ。こうなんか昔の病院的なね、うんうんうん、なんかこの変に坂道とか無理にね、これしてるわけですよ、うんうん、順路があるんでね、せっかくやちょっと上の方まで行ってみましょうか。はい。古いでしょ。車結構入ってますよ。駅前やからね。あ、そうか、うん、なんだけどアスベストバリバリ使ってんちゃうみたいな、このね、昔のながら、いや、これがいいんですよ。昔こういう駐車場やったんですよ。平方とかのビブレもこんなんですよね。うんうんうん。いいじゃないですか。もう亀岡の顔ですよ、声優さんといえば。長岡京にもあったんですけど、長岡天神の近くで、声優さん、うん、今もやってると思うんですけど、うん、あそこも僕がね、学生時代非常によく行った場所で、ね、近くに喫茶店があったり、美味しいグルメ屋さんがあったりね、うんうん、で、僕らが介護の仕事になって移動支援の時もね、はい、あそこでご飯食べに行ったり、あ、そうですね、そうそう、長岡天満宮利用さんと見て、うんうん、声優でちょっとお茶でもしようやみたいなね、そんなんやっておったんですけど、僕こう一番上まで行くの初めてなんで、ちょっと行ってみたいですけど、5階の時点でまだ車止めてる人おるけど、どう、そうですね、そんなに、せっかく屋上行きたいよね。さすがに6階は誰もおらんな。あ、おるわ、奥におる。おお、なんか
ファンがいますね。ファンなんか置きっぱなしなんかよくわからないけど、まだおるよ。まだいますよ。めっちゃ上がってきたな。はい。なんかもうこんなに回やったんですね。大興奮時代ですよ。これ見晴らしいんちゃう。あ、行けない。あ、行けへん。ほんまや。ここ最終。あらららら。屋上は行けないですね。めちゃ廃れてるぞこの辺。あ、なんか崩れてきた。ねえ、ほら。はい。そうなんだ。こんなんやったんや。屋上行けなくなってんのか。じゃあね、今から聖優の中へ入ってみましょうか。はい。ね。というわけでね、ちょっと外の風景もちょっと撮ってみましょうか。はい。ここ行けたと思っていいんだろうな。あったよね、これやっぱり。ね、屋上はあるけど、でもしばらくもう使ってないですね。あそこ記憶あるもん、あれ。へえ。あっちから入れたんですか？あの下降りんのに。今はそこ階段っぽいですけど、うん、一周ぐるっと撮ってもらって、はい、もうボロボロやね。ボロボロですね。ほらこの辺とかもう傷んでるし。あ、本当だ、うんうん、あ、崩れてる。そうそう、だからもうほらもう中鉄筋守るために上こうとしてるんですけど、うん、それももうダメなんやね。だってね、ここ下苔が生えてますよね。落ちてもきてるし、君が上千代に、いや千代、日本の象徴ですね。はい、いや知ってますよ、君が代って。さざれ石の岩を唱えて苔の娘まで。娘で、はい、ずっと時間がかかって、小さな小石たちがだん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 一個の石になっていくっていうのが日本の歌なんですね。うん、奥ゆかし歌なんですね。うんうんうん、まあまあ、あんまり言うとあれやから、もうサボって。この辺もだ崩れちゃってるの、はい、ほらね。あ、本当ですね。取り壊しって決まってるからな。うんうん、そこをちょっと映してみましょう、せっかく。はい、ここは亀岡市を、ね、一望できる展望台気分やったんですよ。見晴らしはすごくいいですね。いいですよ。でもこれ押したらもうボーンと落ちた。怖っ。下取ってやん、めちゃ怖いで。こんなんやったっけ。うわぁ、まや、あかんで落ちたら。あ、怖い怖い怖いな、なんか吸い込まれそうな、うん、ない。あります。あります。じゃあちょっとお店の中行ってみましょう。はい。いやー、こんなんやったんやな。なんかお買い物しようね。はい。かっこいいよ。かっこいい。売れへんで。かっこいい。売れへんよ。売れへんのですか。当たり前。ちょっとこっち覗いてみたい。ちょっとこっち覗いて。はい。いや、落ちあると思うんですけど。出た、ほら。展望台。おう。いや、そうそうそう、展望台。展望台ですね。いいじゃない、こう余裕がね。昔から散髪屋も懐かしい。あ、左手、はい、あれね、はい、上から見えるね、高きから低きを見れば勢いすでに弾くとは孫子の平和ですね。はい、ちゃんとおでもいい話ですね。ここ見てもらったかな、今閉鎖中なんで。はい、ではここですね、現在地6階。はい、1階まで売ります。すごいでしょ。うん、なんかやったらゴミの不法投棄禁止だったんだ。みんな置いてくんですかね。あるやつおんね。各階に書いてましたね。ね、あ、これどうぞ。31日18時を持って閉店。47年間ですよ。僕46歳からちょうどね。皆さん懐かしいでしょう。お客さん。はい、じゃあまず、はい、ここがね、装いの町プティって昔からあるんです。へぇ、今全部閉まってんのかな。こういう、各店舗がいろいろ入ってたんですか。昔はね、小さなコンビニ店入ってたんです。正面まで回ってから入ります。はい。どこもね、こういう商店街っていうのが、茨城もそうですけど、はい、昔はここでみんな顔見知りよみたいな感じでね、元気いいお嬢さんみたいなのがあったけど、そういうのもね、だんだんこうネット文化によってね、はい、宅配が充実しちゃって、なかなか重たいものとか僕でもやっぱ Amazon とかに頼むし、はい、ね、酒屋さんとかね、昔運んでくれたんですけど、家でめちゃくちゃみんなに飲むってこともなくなったしね。そうですね。
だいいことばっかりじゃない進化もしてはいるけど、うんうんね、でも一方でそのノスタルジーを感じるとも非常に大事なことやと思うんで、はい、そもそもほらこう成長し続けなきゃいけないんかなっていうのもあると思うんですよ、うんうん、僕たちの文化も、うんうんね、そのまんまでええやんみたいなね、はあ、そっちから外から取りましょう、はい、そういう優しい気持ちも大事だけど便利なおかげで助かってる人らもいるんで、うんうん、難しいよね難しい、うん、本当にね時の過ぎゆくままに身を預けるべきなのか抗ってみるのか、うんうん、難しいなと思いますよ。どうしても全部取れる、はい、取れてるじゃん。それでは、ああ、うまい、うまい。これが正面ですね。はい、変わってないです。あの看板とか綺麗になったけど、建物のこのね、ちょっとした古さがその47年前を彷彿とさせる姿ですね。はい。はい、じゃあ中入ってみましょう。じゃああちらの正面から入ります。はい。静かでしょ。これ駅前なんですよ。静かですね。結構なんかね、あの亀岡は皆さんに好きになっていただきたいんですけど、うん、なんかあ田舎のスーパー帰ってきたなみたいなんで、うん、そういう気分がいいんですよね。うん、静かで。僕もよく買い物しましたけど、みんな今10代とかここでは買い物なんかしてないから、うん、なんとも言えんけど。茨城なんでこれ、うん、じゃあ。そうですね。せっかくなんで先に上の方行っちゃいます。はい、こっちはもう店舗販売です。あ、コーヒーハウスがどうぞ。あとで何か食べて帰ろうわーい。けどあだいぶなんかやっぱ歯抜けになったよね。そうですね。あ、メッセージありますね。今までありがとうございますとかね書かれてますね。うん、なんかこう慈しむ気持ちがあると嬉しいですね、うんうん、やっぱそれだけみんながお世話になったと思ってある、はい、だからここはみんなの日常をやったわけですよ、ね、こういったところがなくなってしまう寂しさっていうものはもう時代の流れっていったらそれでしまいかもしれませんけど、でもだからこそ一回訪ねてこないとやっぱ感じれないですよ空気が、うんうん、子供の頃お母さんに手引っ張ってもらってね、あのプラも買ってくれに帰らへんとかね、ガンプ凍ってくれないから帰らへんって言ったあの頃ね、はい、正面撮ってましたね。でもね、だいぶ店舗が綺麗になってきてますね。昔はぎっちりやったんですよ。へぇー、まあ、やっぱもうね、品出ししていって、うんうん、もうないやつ売り尽くしやから、うんうん、補充がなされてないってことはよく分かる。買って帰ろうかな。何買うの？テレビ。テレビか。でも 50% オフになってるの。あとで見ます。はい。こっち側もう全部ね、平均。ああ、本当だ。ガランとしてしまっている。で、ここに一緒に入ってこう西日本さんがみんなねいなくなっちゃうのでね、寂しいですよね。スーパーは結構総合商社みたいになってたから、よくダイエーもそうでしたけど、はい、1階は専門店でラーメン屋と車の部品売ってたり、ね。時計屋さんに入ったり、どこも知ったりとか、はい、そういうのも一緒に消えてしまうんで、町のシンボルとしても、ね、機能で考えるともやっぱり惜しいなと思う。で、3階ですね。ここは季節部分ですね。で正面撮ってもらったら、はい、もう何もない。あ、何もないですね。寂しい。寂しいな、俺。誰か買い取ってくれや、ここ。やり直そうよ、もう一回。皆さんのお母さんとかみんな働いてくれるんちゃう、ここ守るためやったら。もうバイトや。時給でええんけど。バイトじゃない。いや、いいやん、もうみんなで守って盛り上げたやん。ボランティア、ボランティア。そうですね。そうや、災害ボランティアも重要やけど、こういう地域創生ボランティアも必要ですよ。見てくれよ、これ正面のガラガラとか。僕たちのせいですよ。逆にここを事務所にしたいぐらいよね。誰か本社にしたらって。で、ね、ここの3階はもう事務所にするけど、あとはみんなスーパーに戻しましょうみたいな。これね、こう煙を防ぐようなやつもね、昔のまま天井低いんですね、昔。へえ。煙をこう止めるんですよ、火事になって。あ、そうなんですね。へえ。高さが全然違う。もう全然めっちゃ低いですね。アメリカのお友達頭ぶつけますね。うんうん。
肺炎を止めるんですね。あのあれですよ、だからあの法律でも義務付けられてるんですけど、はい、こう衣服とか置いてるやんか、うんうん、火事になって煙上がるんですよ。その煙で一酸化炭素中毒を起こすんで、はい、煙を止めるんですよ。なるほど、悲しい。上に上がるほど何もなくなっていくんですよ、うん、あ、えあ、もうここのは全部2階に今移動してるんですね。そうだね、だから段階的にもう片付けていって、うんうんうん、まあ、ブームとかもなくなって、さっき上下にあったもんね。はい、本当はここが寝室っていう子供服文具の車。はい、4階上がってます。はい、どう感想は。なんか昔はすごくみんな集まったとこなんやろなっていうような。そうでかいですよね、うん、茨城市でいう大英みたいな感じなんですよ、うんうん、大きかったからこそ余計なんか寂しさが。そう、こことかめっちゃ覚えてるわ。飯やったんですよこれ、うん、今あここだけしかやってないですね。なんかちょっとゲームが置いてあったんですけど、へえ、ゲーセンやんけど、うん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 、でここでどれかでご飯、皆さんこれが終わる前の声優の姿ですよ、うんね、きっと皆さんの中には思い出がいろいろあって、ね、もう今は亡きパパとかママとかね、おばあちゃん、うん、おじいちゃん、下でねスーパーやってイカとか焼いててこれ食べますかって忘れて、うんうんうん、お母ちゃんこれ買うてうまいからでコレステロール高く買うなって俺もよく言われる。あ、そうね、あ、販売員騙されんじゃねえって言われたけど、うんうん、あれ優しいの、販売の、ね、スーパーの おじさんおばさん優しくて、うん、坊主もう一個食っていいぞみたいなウインナー買ってママって、ね、あれ引っ掛けもんだよ、ね、温かい時代でしたよ。お母さんもしゃあなくそんだけ食わしてもらったから、じゃあ一個だけねっつって、うん、ね、シャウエッセンとか買ってもらったあ、ね、あの石井のミートボールとかね、まあ、そういったのが今こういう今こんななんですよ。皆さんもう終わる準備に入ってる、うんうん、終わりへの始まりだったんですね10月はね、うん、略奪ってまいりましょう。はい、あんまりなんか泣いちゃいそうだから俺いつも感情移入するんだよ。ここでほら子供たちが走ってるイメージがあるから4回転に、ね、ゲームとかがいっぱいあったんですよね。そう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 、もう食事どころがね非常によく覚えてます。なんかずどか割れてました。食べとった長いな。じゃあ置いていって2階ですね。2階からだから今活気があるというのがこれで分かったので、はい、一緒にもうちょっとね見学をしてまいりましょう。ここね声優ブルーっていうここもイメージ通りですね、うんうん、赤と青、西部もそうでしょ、白と青、西部ライブすごく、ね、美しく綺麗に見える。でもこのね年季の入ったエレベーター、あ、エスカレーターごめん、ピカチュウ、はい、この頃の時代なんですね。ちょっと動画を止めてお買い物しましょうか。はい、止めます。はい、OK です。じゃあ今度は買い物していきましょうか、はい、もうこれ1個買ったし、あと披露するぞ。はい、欲しいもの何でも全部買ったけど、うわー、やったぽいの感じ。あ、顎出しですって。いや、あ、もっちりうどん見たことなくないですか。ない。声優それ2個、わかめうどんじゃない。ああ、いいですね、それしましょう。まあまあするな。声優関係あるんかな、これ知らないのかな。でもあんま見ないよね。見ないです、初めて見ました。あ、すごい、ピアノのニンニク味噌。へえ、美味しそう。じゃ皆さんの代わりに買い物風景を撮りたいです。お肉屋さんもあってね。ああ。すでに専門店も入ってる。お肉いいな。じゃあまあお買い得を狙いましょうか。はい、風案のお風、あ、いいですね。自分得意やろ。はい。あ、でも賞味期限11月で大丈夫。大丈夫です。前から取らせて。まだ大丈夫。前から取らせて。はい。SDGs。いや、もうええって。持続可能な社会作るのに。
戦争するやないか。止めてこい。ね。お前じゃ止めてこいよ、この味。ね。やめてください。本当やで。切れ物抜きでやばい社会やね。で、こそんな真面目なんでって分かるから、ね。はい。何急に本気になって、お前。懐かしいよね、もちろん。ね。まあね、昆布、カツオ、こういうのもね、あったんで。美味しいですよ。まあ、ちょっと買い物しながら。はい。ね。そう。まあ、R1 とか、あの、どこでも、飛ばさせて、うんうん、っていう商品なんかあるのかな。あ、プライベートブランド、はい、そうそうそうですね。あまりね、身近に声優ってああ、今日はまあ、そうやなかったんで、でも、ほんと変わらないです雰囲気でも、床もほら、見てわかるね、アンコロゲーはいで、冷凍がめっちゃ綺麗です。あら、ほんまやほっとこうかっていうぐらいねいいの入れた。他なんかないっす、うん、なんかせっかくだからやっぱりそのオリジナルブランド探したいですけど、探したいどれか分からへん。分からへんけど、はい、分からへんって言ったらどうしようもない僕が子供の頃に買ってもらって嬉しかったお菓子ちょっと言っていいですか。いいですね、いいですね。なんか企画できないな自分人の3倍働いて人の2倍の給料もらえますね。はい。いや1倍どこ行ったんだよ。あらほんまや。マジや。よくできて、まあまあ、ちょっとね。懐かしいね。ハッピーターンね。うんうん、いいっすね。あの魔法の粉にやられてますよね。個人的に好きなのは柿の種の美味しい梅酒。うん。梅酒と。うん。美味しい美味しい。あ、美味しいです。賞味期限は2月22日あ、甘栗好き。ああ、美味しそう。僕、天津甘栗のことを子供の頃、天津甘栗言いますよね。言います。栗を栗って言われてお母さんに買ってほしいかって言ったら、あ、都昆布は知ってる。知ってます、知ってます。あのちっちゃい箱で駄菓子屋さんって感じね。いらないです。なんなん BTS の方がいいの今。あーほんまや、防弾少年団がね。ほんまやほんまや、何やねんだよ。玉褒めてくれんねん。ミーハーミーハーもうそんな茶化してる場合じゃない、うん、まあ、ビスコとかもね昔から、うんうん、そうですね。未だにあるって嬉しいで、ね、で、ザンマさんが小さい頃に買ってもらって嬉しかったお菓子はどれですか。僕はやっぱあれですね、札幌ポテト。あ、ミレちゃん。あー見れる。これ未だに鉄板ですね。美味しいですね。あたり前田のクラッカー最近はこれですな、うんうん、これも君に買ってあげよう。ありがとうございます。これも美味しい。これも最高にうまい、うんうん、あれ今日ない札幌。札幌でも一切からないんだって。ほう、普通のもある。あ、これじゃないですか。あるやん、つぶつぶベジタブル。こっちね、うん、これこれがうまかったよね、うんうん。で、バーベキューもうまかったよね。うん、オクトスはちょっともう置いとる。あ、食べっ子動物。これあ、美味しい、美味しい。あ、ポテコもあれ懐かしいな。あ、じゃあ、やいっす暴走する。いや、チョコボールいいじゃないですか。うわ、懐かしい。アポロはね、うん、あ、ハリレモン、これ大好きやった、うん、これ最高。なんかね、学校の、小学校の遠足とかで、ね、なんか持ってって言ってるって、うん、これ、お父さんで、お父さん買ってて、箱見たら半分ないですよ。え取れない我慢できなかったんだな。で、そこで、あ、ベビースターね、これも。うわ、懐かしい。いいじゃないですか、懐かしい。ここで買うべきものですよね。うんうん、ガムとかないなんか、昔の。ガム、はい、ガムは手前にありました。この辺かな。風船ガムとかないんかな。ないか。ああ、風船ガム。さすがにちゃんとしてない。ボボンタンで食ったなおい。難しいなおい。ちょっとじゃあごめん。はい。さっさか5月ばっかりになっちゃいました
やっぱりね、こう僕にとっての贅沢品はポテチじゃなくてこっちですよ、うんうん、チップスター。パーッと思いました。これはうまいな、おえ、うんうん、って。8分の5チップって。へ、知らないね、君若いから。知らないです。最高にうまかった。これなんでこんなうまいんやろう。箱に入ってるから。知らない。もう神が作ってくださった。後ろ後ろ。はい、すみません。作ってくださったと思ったぐらいなんですけど。他、懐かしいもので言うと、ここいっぱい入ってるやつやからな、うんうん、あ、定番行きましょうかね。定番、はい、これ皆さん好みが分かれてしまうんですけど、うん、僕が好きなのは、薄塩さんです。薄塩さん次に好きなのはやっぱコンソメパンチ。名前がいい、ね、パンチなんでんでただ多分ね、漫画の小学校の意味ではタッチっていう漫画のワンちゃんの名前、はい、パンチだったと思う。まあ、へぇ、でここはもう戦争ですよ。タケノコ、キノコの山とタケノコさん、どっちがチョコレートが多いってね、男女でよく喧嘩しましたよね。ザマさんはどっち派ですか？いや、僕はあんまチョコレート食べないんで。あ、そうか。はい、ですんで、まあ、よかったら、もう喧嘩せず両方買ってください。自分、お菓子だらけになってるんで。ほんだ。え、なんで標準語やねん。あたり前のクラッカーないやん、クソ。あ、これね、これ、知ってます？クラッカーね、ナビスコの。これね、茅野雄三さんが CM してて、沢口靖子さんがリッツ。リッツですね、うんうん、でこれ両方ともね、あのカマンベールチーズのせんですよ。へえ、美味しそう。で大人になってめちゃうまそう、うん、めちゃくちゃ塩分取ってた。ほんの懐かしいですね、触れておいたので、ね、あ、ココナッツサブレね、美味しいですね。あのお菓子部門やりすぎなの。はい、ちょっと山盛りになりましたね。昭和を愛するなんて塩ラーメン買ったり。うわ、これ変わらずですね。うちの服はこれにね、美味しい、土曜日の昼に作ってくれるんですよ、鍋でね、うんうん、でそこに卵を落として、うん、キャベツをね、少し、おー、キャベツ、美味しそう、太めのやつを茹でてくれる、うんうん、一緒に食べるとね、すごい食欲が上がる。うーん、バカ大好き。懐かしいですね、佐藤の切り餅。あとは缶詰、そう、懐かしいですね。缶詰、君が缶詰食べた子供の頃、サバのみ、サバとか、サバ、この辺。そうそうです。やっぱ天満市でね、キャンプでも使えるシーチキンですね、懐かしい、うんうんうん、まあ、ゴルフですね。ああ、そうですね。昭和を感じたい。僕が小学校の時に青木くんっていう友達に行ったら、はい、肉まんとスープ、はい、それがココーンスープ。へえ、あ、そんなの昔からあるんですね。そうなんだ。あ、今北海道って書いちゃってる、うんうんうん、ベタなやつないな。驚いたんですよ、なんてうまいんだと思って。美味しい、確かに。青木のおばあちゃんが作ってくれたなって。へえ、それもすごい記憶に。結構いっぱい買った、ね、昭和、うん、昭和ね、昭和のもの。梅雨とかも自分料理上手だけど、梅雨とかは置いといて。東丸のこのうどん、これも作ったよね。あ、ね、美味しいですね。俺も未だにヘルパーのシーンでこれでうどん作るもんね。はい、いる、家にいっぱいあります。あんの、はい、常備、常備、さすが。ね、この辺だったら昔でいうマルコネ味噌と竹屋味噌、うんうん、今もないんかな。竹屋とある、あります、あります、うん、竹屋味噌、マルコネ味噌ってやつね。昭和ですね、マルコメくん。あ、ありましたよ、ほら、ありましたよ、マルコメくん。もうおるやん。で、コシンとかダシとか合わせとかあるんですよ。どう、知らんかったな。あ、こっちじゃないですか。いや、分からへん、もう。いや、これに入ってました。あ、そっか。あ、こんなカラフルじゃなかった。あれがね、あの人誰だっけ、 CM したでしょ、おばあさま、わからん、森光子さん。いや、あ、これ、まあ、いや、もう分かる。アサゲ、懐かしいね、知ってる。知ってますよ、アサゲ夕げ。アサゲ、あ、知ってんや、この CM やってね、はい、あれがまたうまそうに飲むんですよ、すすってね、うんうん、あと長谷園ですね、うん、茶漬け、美味しい。そして、のり玉ね、うんうん、
けど今炭治郎の時代がやってきてしまったんで、ねずこねずこ隅っこ暮らしアンパンチですね、うん、いるやん今もね、うん、あ田中職人さんやん、これ顔やん、あ、はい知ってるこれ、ね、知ってます、給食でも出たんですよ、へえ。もう神様みたいな粉やなと思ってご飯があっという間にますね、うん、無駄に買って買わされてるから、ね、あ、棚がない、あ、化粧品も売ってるの、あ、そっか、こいつはもう、あ、O2 革命パンツ大丈夫、何ですかこれ、 O2 やんけ、酸素、うん、あー、走った後とか富士山登るときがいい、うーん、高山病になっちゃう、自分もすぐイライラするから酸欠なんですよ、そういうことなんですか、待てよ、機械に言わせたらいいね、よし、じゃあこれで以上としましょうか、はい、じゃあ一回レジへ行きましょうか、結構買いました、たんまりたんまり、じゃあ行くよ、そうしましたね、お買い上げさせていただいたもの、こんだけあります。で、こんだけ買って3367円です。はい。思い出とともに語りますよ、私は。はい、はい、じゃあ行きましょうか。一つ目。はい。バーベキューね、懐かしいですね。そう。これはまあ、当時は一袋で買ってたんですけど、今、うん、子供たちにね、少し小分けにしられるようになってます。そういくとこう、ね、幼稚園から食ったであろう、こう、ね、食べっ子動物ね、こうマリーさんと戦うわけですよ、マリーのビスケットですね、知ってる、あ、マリーと牛乳が出てたけどね、うちのマリーのビスケット、そんなあったんですか、あるよ、あの、いちいち止まらないでね、いっぱいあるから、はいはいはい、ポテコね、懐かしい、これ指に刺して食べてましたね、めちゃくちゃ油切って、今の若い子はね、スマホの画面触られへんようになるけど、あの頃もうビッタビタでしたよで、僕一押し、札幌ポテトベジタブルね、いい、これはね、ちょっとしょっぱさ感がまたいい、うんうん、素晴らしい、最高ですね、はい、次、まあ、パンチですよ、うん、コンソメパンチ、これも手ベタベタ、はい、でこれはベジタブル、ちょっと気分転換、うん、これバーベキューもあるんですけど、うんうん、何よりね、私がおすすめしたいのはこれじゃない、こっち、家の書いた田中のふりかけさんですね、じゃあ田中さんのふりかけって言った方がいいな、これのね、旅行の友とかもめちゃうまいし、瓶も売ってるんですけど、これ給食のね、米飯給食の時にこう1個ずつ置いてくれたりするんですよ、それがまたね、魔法の粉なの言い方悪いな、言い方子供ながらに家はほら、質実合計な白飯じゃないですか、うんうん、ふりかけなるもんなね、化学製品なも食わしてくれなきゃ、でも学校では食わしてくれない、素晴らしいですね、今見ても厳しいね、これ原材料こんなに書かれてんの、ふりかけに、わ、何入ってんのって、それはお母さんたちは嫌がります、うんうん、子供の 大きく見方、ミニパック版、うん、素晴らしい、君さ、コーヒー飲むときどこでよく飲む？コンビニかな。あ、スターバックスじゃなくて。あ、スタバ使います。はい。スパ、あの、何だっけ、スタバ。スタバはスマホで入ってるアプリ。はい。で、まあセブンでも飲みますよ。はい。で、まあ僕は普段セブンのコーヒーとか飲むんですけども、うん、それと同じで、普段はあれですよ、ポテチですね。ポテトチップ。はい、で、上級国民になるとこれ食えるんですよ、チップさん、そうすぐ開けたくなるんでね、さ、これと一緒にね、プリングルスっていうライブあるんですよ、あ、プリングルスはアヒル口にするんですよね、これをこう、うん、こうなってるじゃないですか、はい、でこれを反対重ねにして口に加えるって CM やったの、うん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 、全部 CM ですよ、皆さん覚えてる絶対ちゃいます、そうですね、あ、洗脳されとんですよ、うまいことね僕はもう大好きですね、ハイレモン、うん、ハイレモンとヨーグレートってね、あるんですけど、まあ、これもほぼ化学品ですねこういう見方しないですけど、すごいですね、ブドウ糖以外まともなんか一つも入ってないビタミン C ですけどでもね、これがね、良かったんですよ、うんうん、ポケットサイズ、タバコサイズですね、昔はね、これ、うん、ね、結構おじさんから子供まで食べてます、ちょっと酸っぱい、ね、
非常にあの素晴らしい錠剤ですね。錠剤、うん、懐かしいよね。これはもうミレーですね、うん、もうこれ愛媛県お好きな方も絶対ミレーです。愛媛やね、これ高知県です。嘘、あれ愛媛でしたっけ。あれ違かった、高知県。ほらほらほら高知県で、これいや取り直しよ、うん、これ高知県のね、うん、ミレーちゃん、これ味ずっと変わらないですよね。たまにバッタも売ってるんですけど、ライバルはね、前田のクラッカー、うん、ね、あたり前田のクラッカー最近はこれですなってようラジオで聞いたんですけど、ああありました、あったん、ありましたありました。俺あれ友達から聞いたレベル、あれ、ね、うん、ね、健康安心変わらぬ味ってね、こう変わらないことの素晴らしさ、お菓子の中に残ってるんですね。ね、真心こもって作ったよって書かれてます、うん、でこれ全部ね、君に今日ボランティア代として差し上げますので、家で全部食べてください。わーい、レシートあげるよ。はい、というわけで今回は、亀岡市にございます我々の生活の中心地、そして思い出のど真ん中、人間交差点、声優さんでございました。いよいよ10月31日に閉店を迎えるそうです。もし皆さんね、あの思い出があるのであれば、もしくは自分のアルバムを見てね、声優の周りで写真撮ってる自分の姿があるかもしれないので、懐かしんでみてはいかがでしょうか。この後のね、跡地もまた再開発に向かうみたいなので、またいつかね、新しいものできるんでしょうけども、でもやっぱりこう思い出っていうのは最後は自分の心の中に、頭の中に刻んで畳んでおけるものなので、一度でいいか思い出してみてください。あのあまりね、昔の記憶を思い出さないと本当に忘れちゃうんですよ、風景って、うん、だからたまには思い出してみたらね、嫌だったけど父さんと喧嘩した日とかね、嫌だったけどここで彼女に告白したりね、振られるからとかね、うん、そんなんでもいいから、ちゃんと思い出すっていうこともね、人生で大事な宝物ですので、うん、ちなみにね、こう地球上で生きてる生物の中で唯一歴史を持ってるのが人間なんですよ、はい、人間は記録し、うん、思い出を作り、まあ、書物を残して昔こうだったよ、積み上げていくのが人間なんですね、はい、だからライオンは今でも肉食動物で襲うじゃないですか、はい、でも人間は火を使うとか血を覚えて声優を作ったの、うん、ね、だからね、思い出をバトンを渡すためにもね、ぜひよかったら家族の方々やったらね、お子さん連れて昔パパとママここで買い物したんだよみたいなのもやってもらえたらと思います。今後もですね、皆さんの熱いお話を受けるたびに約1ヶ月かかりますけど、投稿まで、はい、撮影もありますので、よかったらコメントください。それでは失礼します。バイ。